セイロン信仰は、フランス革命戦争中の1795年7月から1796年2月まで、インド洋のセイロン島のバタビア共和国中流軍と、インドから派遣されたイギリス軍の間で起こった戦闘である。ネーデルラント連邦共和国は、フランス革命戦争中は、イギリスの同盟国だったが、1794年冬の、フランス共和国による侵攻で崩壊、代わりに、 フランスの衛星国であるバタビア共和国が成立した。イギリス政府は追放されたオランダ総督ウィレム5世と共に植民地を含むバタビア資産の奪取を命令した。植民地のうち最初に目標となったのが正論党のトリンコマリーだった。植民地奪取のためイギリス政府は植民地マドラスの総督であったホバート教に正論党進行を命令した。ホサには 陸軍のジェームズ・スチュアート大佐と海軍のピーター、レーニア少将が任命された。スチュアート大佐は、バタビア共和国の正論総督、ヨーハン・ハン・アンゲルベックに降伏を要求し、実際多くの公益地が抵抗せずに降伏したが、1795年8月にトリンコマリーで、1796年2月にコロンボで、それぞれ短期間の抵抗があった。 イギリス軍は短期間の包囲を経て、セイロン島のオランダ植民地を支配下に置き、セイロン島はそれ以降153年もの間イギリス帝国の一部となった。1793年、グレートブリテン王国とネーデルラント連邦共和国は、フランス共和国に宣戦線布告、フランス革命戦争に参戦した。オランダ軍とイギリス遠征軍の抵抗を虚しく、 1794年から1795年にかけての冬にフランスに敗北した。フランスはオランダを姉妹共和国のバタビア共和国に作り変えた。イギリスとバタビア共和国の間はまだ正式に宣戦線布告がなされていなかったが、イギリス政府は1月19日にバタビア戦を打破するよう命令、またロンドンに追放されていたオランダ総督ウィレム五世と共に バタビアの植民地をフランスに使われないよう中立化させることを命令した。2月9日、両国は正式に戦争状態に突入した。戦争の知らせが東、インドに届くまで数ヶ月かかった。東、インドでは1793年以降、イギリスとフランス海軍が海戦を繰り広げたが決着はつかなかった。イギリス軍と イギリス東インド会社の根拠地はインドのマドラスとカルカッタにあり、一方フランスはビルド・フランストレ・ユニオンを根拠地とした。両軍は1794年10月22日にロンド島沖で海戦を戦ったが決着がつかず、その後はフランス艦隊がポール・ルイで海上封鎖を受けたため、イギリス艦隊の大半がバタビア植民地に対する攻撃に集中できた。 オランダの正論植民地化は前頭に行き届かず、島の大半はいまだ内陸部のキャンディ王国の支配下にあった。このためヨーロッパ人は、ほとんどが西のコロンボと東のトリンコマリーに住み、それ以外の土地には、まばらな交易地があるだけだった。コロンボと比べて、ベンガル湾を経由するイギリス交易路を簡単に妨害できるトリンコマリーの方が重要だったが、 トリンコマリーは施設の整備が悪く、食料も不足、駐留軍も小規模だった。戦争の知らせが届くと、植民地マドラスの総督であったホバート卿は、レーニアと討議、正論進行を決定した。進行軍は、水陸両用作戦の形態を取り、このうち陸軍は第、第七十一、七十二、七十三不評連隊、第一、二十三マドラス大隊、 イギリス工兵からの派遣、マドラス工兵隊や支援軍によって構成された計2700人で、指揮はジェームズ・スチュアート大佐に委ねられた。海軍は74門戦列艦監フォーク、50門4等艦船チュリオンの2隻で、指揮官にはピーター・レーニア少将が就任した。レーニアは7月21日にマドラスを出港し、 イギリス東インド会社の商船オーナーガパッティナムまで護衛した後、44問5等艦、ダイオービードと32問5等艦ヒロインの増援を受けた。スチュアートとレーニアはバタビア側の総督ヨーハン・ファン・アンゲルベックがイギリスによる平和的な占領を受け入れることに希望を寄せた。これはウィリエム5世がイギリス軍に従うよう求めた旧の手紙を発したためであった。 コロンボへ向かったイギリス代表はファン・アンゲルベックの説得に成功しトリンコマリー近くのオステンブルク要塞に300人のイギリス軍を上陸させることで合意した。しかし8月1日にセイロン島東岸に到着すると中流軍の指揮官は指示の文言に問題があるとして従わなかった。説得は2日間続いたがその間に イギリスの44門後東艦ダイオミードがトリンコマリー港で沈没、上院は全員が助かったものの多くの軍用物資が失われた。8月3日、説得に失敗したスチュアートとレーニアは侵攻を続行した。トリンコマリーから約7キロメートル北のところで上陸したイギリス軍は砂地を簡慢に攻軍した。荒波と強風により上陸は13日まで完了せず、 砲台の設置は18日まで始まらなかった。にもかかわらず、バタビア駐留軍はそれを全く妨害しようとしなかった。5日後、8門の18ポンド長砲と数門の砲台の準備が整い、すぐに砲撃を始めたイギリス軍はトリンコマリーの城壁に大穴を開けた。続いて、突撃の準備をしたイギリス軍は再度降伏を勧告した。しばしの交渉。 そして短期間の砲撃の再開の後、バタビアの司令官は降伏した。679人の中流軍が捕虜になり、大砲100門以上が露獲された。一方のイギリスの損害は死者16名と負傷者60名に止まった。8月27日、近くのオステンブルク要塞も降伏を勧告され、4日後にトリンコマリーと同じ条件で降伏した。 バタビアの抵抗が止まると、イギリスは、交易地に次々と進攻し、9月18日には、第22不評連隊がバッティカロアを、9月27日には、スチュアート自らが率いる陸軍が、ジャフナを、10月1日には18モンスループのホバートに、乗っていた第52不評連隊からの派遣が、ムッダイティブーを、10月5日には、マンナール島をそれぞれ陥落させた。 1795年9月、レーニアは、自軍の大半をジャカルタへの攻撃に転じ、アラン・ハイドガードナーを、コロンボ封鎖の指揮官に任命した。1796年1月、東、インドにおける指揮を引き継いだジョージ・エルフィン・ストームは、74門、戦列艦アロガントと64門戦列艦、ステートリーを援軍として派遣した。1796年2月、 セイロンに対する最後の遠征が準備され、コロンボの包囲についての計画が進められた。再度指揮を取ったスチュアートはヒロインに乗っていた、ガードナー、16モンスループのラトルスネーク、エコー、スウィフト、そしてイギリス東インド会社の船5隻の支援を受けて2月5日に、ニゴンボに上陸し、コロンボ場外まで抵抗を受けずに、抗軍、2月14日に到着した。 中流軍は降伏か即座に進攻を受けるかの選択を迫られ、翌日の15日にファン・アンゲルベックは降伏を選択した。こうしてイギリス軍は平和裏にコロンボを占領した。この戦いでイギリス軍が獲得した戦利品の価値はコロンボでのものだけでも30万ポンド以上に上った。さらにそれ以上にイギリス軍にとって重要であったことは、 1802年に締結され戦争を一時的に中断したアミアンの和訳においてセイロン島はバタビアに返還する植民地に含まれなかったことである。セイロン島はそれ以降1948年に独立するまでの間イギリス帝国の一部としてあり続けた。ありがとうございます。